一の街である東京都市県茨城県。利根川を挟んで千葉県と接しており、千葉県阿彦市川と結ぶ坂江橋が1971年に架け替えられた後、利根ニュータウンなどで新住民が増加した。ニュータウンの増生により1985年には人口が2万人を超えるが、都心回帰の影響や交通の便の乏しさにより現在は人口は 減少傾向にある。町内の地下も下落する傾向が続き、平成20年には、東京県の住宅地の地下下落率マイナス5.9%でトップとなるなど、地下下落は深刻な状態となっている。2017年には、茨城県南地域で唯一の過疎地域に指定された。隣接する龍ヶ崎市との合併を検討し、合併 8月の農業花火大会は有名で、毎年周辺地域からの人手で賑わう。また、近年、健康や福祉に力を入れている町として、メディアで紹介された。農業は稲作が中心であるが、町内には、有機栽培のコーヒー豆を使用した全国的に、有名なカフェもあり様々な作物が育てられている。町域はほとんど平坦である。町の南側は、 利根川に沿っており、気候は比較的温暖である。また桜や銀南の木が美しい通りがいくつもあり、利根川の土手とともに地元住民の散歩コースとして人気である。隣接している自治体のうち千葉県印西市とは直接的な往来はできない。阿ビ子市、または栄町を経由する必要がある。深は地区分地区分館地区東分館地区。 萌え毛屋大地区日本ウェルネススポーツ大学第一キャンパス9都根中学校を転用。平成18年度まで、都根中学校と新館中学校の2校があったが、2校とも廃校となり新組織の都根中学校になった。平成19年度まで、都根町には小学校は5校あったが、この内大指道小学校と深川小学校2校は、新組織の深川小学校になった。 また、東文館小学校と文館小学校も新組織の文館小学校になった。若草大橋有里。直近の路線、駅は JR 東日本成田線の塞駅で町役場のある深和地区からは利根川に架か,かる栄橋を渡った先にある。路線バスは大利根交通自動車のエリアである。同社の路線は主に町北部の北方車庫から 常磐線取りで駅方向の路線が中心で、町に一番近いふさへ乗り入れる路線は、深和地区にある、トネニュータウン、フレッシュタウンを結ぶ路線が別にある。しかし、ふさへ出る路線は、朝夕に偏ったダイヤで昼間時は、便数過小のため、町民は自転車を使って、ふさへ出るか、成田線の本数が少ないことを避け、パークライドで、常磐線の駅へ出る者も,もいる。 なお、かつては関東鉄道も町内を経て、ふさいと龍ヶ崎駅を結ぶバス路線を有していた。また、町内を巡回する無料運行の福祉バスも運行されている。A コースと B コースが内回りと外回りを、それぞれ2便ずつを運行している。運行は観光バス会社に委託している。都道府県道、ありがとうございます。